まっせー、はい、えれえわ。こんなに俺歩かされたことねえよ。遠くてすいません。遠いな、はい、ちょっと駅から遠いんで、はい、駅から遠いな。遠いです。もうそろそろ着くんで、うん、はい、もうちょっと頑張ってください。もう頑張れよ。ここ有名ですね。お、何？ここベーカリー有名。美味しいの？割と Google の口コミで。マジ？口コミの評価はめちゃくちゃいい。マジ？二階堂城横浜支店は。二階堂城口コミがちょっとまだちょっと口コミぜひ見ていただきたい。口コミな、はい、横浜支店の口コミ。支店の支店の何もゼロ。まだ口コミはゼロ。うわ、そうですか、はい、もう着きます。あ、これか。おー、二階堂城の車あるじゃん。はい、ここ、お、綺麗じゃん。うん、綺麗じゃん。そうっすね、だいぶ中もほんと綺麗なんで、うん、見てほしいです。本当、はい、お、案外綺麗だね。そうですね、入り口も結構綺麗で、ちょっと中に入っちゃってて分かりづらいですけど、うん、邪魔します。これ靴履いてていいの？ここでそうか、視聴者の皆さんどうですか、松内先生の。もう本当にぶっちゃけた話いいです。いいよ。想定よりもうちの集客方法から、まあ、まず多分説明した方がいいですよね。一応うちの集客方法は、うん、愛知県でやってても、うん、まあ、こういった折り込みチラシ、うん、が基本的にまあメインでやってて、うんうん、こっちの横浜エリアでも、うん、一応まあ、あのチラシをメインに今展開してるんですけど、うん、ちょっとその反響率がやっぱりまあ名古屋に比べてちょっと悪いよね。じゃあお前そのチラシが悪いんちゃうんか。そんな安い安いばっかじゃあ。まあ安い、うん、職人さんはおるの？職人さんは、いい職人さん集まってくれたの？そうですね、全部足場、シーリング、塗装、うん、防水職人さんという形で、うん、それぞれ社員は YouTube からで、まあ、集まるしな。 YouTube で、まあ、見ていただいて、うん、一職人集まるしな、はい、募集で、うん、もう面談も終わって職人さん自体はもう全然キープはできてるんですけど、うん、ちょっと現場自体が、うん、まだご予約ができてないっていう状態行こないの現場。すいません。は？まあ、実は聞いてますけど、はい、ちょっと本当にね、危機的状況というよりは、まあ、来て1ヶ月で、1ヶ月？今1ヶ月半。1ヶ月半で、物件が、まあ、今、商談が？商談自体が6件。6件。でも、まあ、二階堂城としては、やっぱ家賃、営業マンの給料、物のコスト、広告宣伝費まで含めると、月に50万ぐらいはかかると思う。まあ、そこまではかかってない。ですけど100ぐらい、130ぐらい月で、まあ、まあ現段階1ヶ月かな、ないのはいいんですけど、うん、もう閉鎖だね。なんで？じゃあ俺は一つは、はい、まあ、今日も、まあ、昨日も行ったけど勉強会行ったじゃん昨日。東京でちょっと一日、ね、はい、あの東京で IT ビジネスだよな、はい、建設業を今どんどん便利にしてるっていうことで、はい、いろんな話を聞いたけど、やっぱ聞くとみんないろんなことやってるじゃんでしょ、はい、俺もまだ29で、はい、もう俺が会社やり始めた年だから。そうですね、 29? 俺が会社やった年だから。二階堂城が31だったかな、うん、という状況で、じゃあ僕の道はしてダメなのがいいんだけど、ですね、はい、何がやれてんの？何か、まあ、正直昨日話聞いて、うんうん、できてないなとは正直、うん、まあ、思うよ俺は昨日一日一緒だったね、はい、うん、なんでまあこれからやらなきゃいけないこと、うん、っていうのはまあ本当にいろいろあると思うんですけど、例えば、まあ、あれダメこれダメ、いや違う違う、足りないんですよ家が戸建てが少ないんですよとか、ああ昨日もその話ばっかりやん。おう、そうですねこういうことしていいですか、ああいうことしていいですか、はい、なんて言うんだったら、まあ、もう続けてみるかなと思うけど、はい、組み取らないって、はい、行動変えていかないと結果は変わらないから。そうですね、うん、おっしゃる通りだと、うん、はい、それは具体的には何かあるんですか。具体的には、まあ、結局その最初の方、うん、まあ、ポスティング、うん、まあ、実際自分もそのこっちの方の地域分からなかったんで、うん、ポスティングして、まあ、それになればいいやとは思ってたんですけど、うん、ポスティングやってたんですよ、うん、ただまあ
正直1200枚ぐらいは足で配ったんですけど、うんうん、結果ゼロなんで、それから何曲か、うんうん、そりゃそうだよな、何千分の1とかの世界だもんな、はい、なんでまあ1200枚やったらどれぐらい、賞味3時間ぐらい、3時間以上かかってると思います。2日ぐらいかかってると思います。家が近いか、遠いか、遠くはないんですけど、結局はその路中というか、うん、できるスペースが限られてるんで、うん、あーなるほど、そのパーキング止めて、その歩ける範囲回って、ひたすら回って、うん、違う目で行ってっていう形になったんですけど、ああああどうしてもちょっと効率が悪い、自転車とかでやってるもんな、みんなな、自転車とかの方がいい。ああまあいいや、じゃあポスティングはいいけど、じゃあお金、まあ、いろいろ話したけど、はい、何をやっていこうかなみたいな感じだな。これ本当経緯が伝わってると思うんですけど、視聴者の人が聞いてほしいけど、今見られた当たり前なんじゃない、そこから何になるか、うまくいかないダメが何したらいいですか、指示待ちしたいんだとダメだよな。そうですね、まあ、今からやっていかないといけないかなと思ってるのは、うん、結局そのうち今元請けでやりますよっていう、うんうん、今考えてこれ売ってるわけじゃないですか、うんうん、一般のエディーザーさんに、まあ、実際工事自体横浜にはあるはあるわけなんです、うん、まあ、今も塗装業者がおるというね、塗り替え道場以外の塗装屋さんが、はい、うん、なので実際まあその他 の、 その不動産屋さんとかそういったところももちろん住宅は使ってるんで、うんうん、そういったところにまああの挨拶行って、あー、なるほど、使ってくださいって、うん、そういうことな。ただまあもちろんそれで使ってくださいって言っても、うちどんな会社かって絶対分かんないんで、分かんないよね。一応、まあ、もちろんそのガイドブック渡すは渡すんですけど、うん、ガイドブック渡したところでどこまでの範囲見てもらえるかやっぱり分かんないし、うん、あー、なるほどな、うん、なんでまあ一応こういうあパーボー自分で作ったんだ、うちがあのこういう東海地区でこんだけやってますよ、うんうん、でまあ、もちろんちっちゃい会社だと安心感ないわけじゃないですか、うん、まあそういうことだよね、うん、あ、こんだけじゃあ関東間やってるんだ安心だねっていうふうで、うん、まあ、理解していただきたいっていうところもあったりとか、うん、別にいいじゃん、はい、売り上げ高とそんだけやってるから、まああのうん、施工にも自信あるんだよねみたいなところもアピールできればなとは思ってて、うん、であとは、まあ、実際、うん、じゃあうちにお願いしようかなと思ってくれたとして、うん、そこからどういうふうな流れになっていくのかっていうのも、うん、こういう形で、まあ、問い合わせして、うん、で担当者の人と現状日時とかそういうところでやってきますよっていうことを、うんうん、そういうことだね、うん、はい、でまあ、契約してからの流れももちろん、あ、自分で作った、すごいねお前、一応こういったそういうことだけはお前に期待できるで、あとはまあ実績、あ、実績、ね、愛知県のね戸建てで一応こういうふうにあの写真をいろいろこういうことになってますよっていう、うん、つけて、まあ、そういったことにちょっとシフトだから、まあ、うんうん、下請け入りません入りませんって正直やってましたけど、うんうん、ちょっとそっちの方の営業をかけていく必要があるかなと、そういうことな、とにかく月100万がやっぱり稼がないんでしょう。そうです、もう最低でも200万は、はい、チラシがダメだからどうしたらいいですかって、しょうがないね。そうですね、なんで、まあ、逆に撤退って言っても、うん、撤退にかかる費用っていうのもあるんで、もういいよ撤退でいいわ、撤退じゃん3ヶ月だ、3ヶ月、いい、もうまたコメント欄荒れそうだけどお前3ヶ月も猶予やったら、まあ、あれ初期投資まで含めたら500万超えるだろう、初期投資、まあ、1000万まではいいよって言ったんか、俺使っていいよって言ったんか、 そうですね500万使った時点でお前に目ができなかったらお前絶対だよ、あ、こいつ、まあ、まあもうプラス500万投資する価値があるなと思えば投資するだろう、わかりました、うん、一応あとはまあちょこちょこ、まあ9月ぐらいからやってるんですけど、うん、結局まあインターネットがまあこれからやっぱり復旧していくとは思うんで、うん、SNS をまあ個人で作ってインスタとかツイッター、ああ SNS もやっとるんだ、ツイッター、インスタとかやるのはいいかもしれない、インスタやってんの、アカウント、インスタはやってます、アカウント持ってます、え、何人がフォローの、あのちょっとお恥ずかしいですけど、その会社の規模に比べちゃえば、うんうん、200人ぐらいしかまだいなくて、もうやってそんだけでやって、まあ、1ヶ月半ぐらいで、もともとの本体のアカウントから宣伝やったりとか、うんうん、宣伝したの、宣伝というか、まあ、その投稿したとか、投稿そのやってますみたいな、やりましたみたいな、投稿して、それから引っ張ってきたりとか、あとはもう、うん、佐々木、ソビーと ペコちゃん。うん、同い年なんで、ペコちゃんに今お願いして、宣伝してっていう、そこからあの、ああ、同期か、同期ではないけど、同級生か、同級生、はい、ああ、なるほどな、入社は違うけどな、入社は、はい、じゃあパートから入ってきたもんね、はい、なんで、まあ、そういった形で、一応今、220人、うわ、横浜店来て、最初に言うことは一つだけだわ、はい、閉鎖、ちょっと待ってください、なんで待って
って、はい、面白くなさそうか昨日一日お前と一緒で面白くなかったから、はい、なんで、関東、うん、これからやっぱり人口も、うん、まあそうだよね、うん、関東っていうかやっぱ、ね、昨日も東京行ってやっぱ感じたことってエネルギーも動いてるしパワーもあるしだからまあでもあんま食わないよってことだよね、前に言ってるけどそう簡単にビジネスの軌道に乗るとは、うん、それはね、はい、理解道場どこのお店は何も知らんからさ、はい、第一に岐阜でも難しいよ、ね、ちょっと俺らスルスルっと数字をしてってお前、はいはい、だろで単純にそのノウハウで、まあ、昨日の人たちも共通する話ってなんかノウハウとかテクニックだけでうまくいかないじゃんビジネスってそうですね実際まあそんなにやったんだ注文がやっぱりあるそうだよ、ね、隣にはそうだよ、ね、隣にはそこがないと、はい、でも単純にインスタやってるだけじゃそうで、ね、で単純に会社の YouTube がある程度マーケティングがいますだけじゃやっぱり、うん、うまくいかないんだなっていうところそれそうだよなんでまあ結局それ以外に土台でこれそんだけやったの、うん、っていうものがないとまあ俺も何も言ってんけど俺も YouTube 結構やってんだからじゃあこれそうですよねそれは、はい、本当にコツ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 、ね、そうそう継続してって、うん、まあ今があるっていう会社が本当に昨日お話聞いておうかなそうだよなで愚直に努力するしかない見えてる部分のうん、裏ではすあそんなにやってたんだっていうそうだよなまあまあ何人にフォロワーになるんだけどじゃあ大間まああの人ターゲット人大間の人をあの人ご飯食べることも一つ営業だからはいうどん屋さん僕もそうだよな居酒屋行って張り紙貼ってよっていうのはい、だお前の使い方経営者ってうまいじゃん、はい、昨日も結構派手に使ったじゃんそうです、はい、だけど無駄な一人で物出すとか、はい、なんかそういうの死んじゃん日曜日は一人でどうじゃんこういうと遊ぶのもいいんだけどですよけどまあそんな何十万も捕まっちゃうそうですねまあそうですねそれはでも人たちとご飯食べたりすることで帰ってくるためにやってるわけじゃないけど刺激になるし、はい、その成長になるからやっぱなんかだって仲間だったら助けてあげたいとかなんか紹介してあげたいってなるじゃんそうですね、うん、で今はまあこっちにゼロの状態だからそうですねそれを意図的に作っていかないと、はい、結局人のつながりだからね、はい、じゃないですかそうだと思いますこんなもんでいい動画なんか横浜店の宣伝みたいになってるけど横浜店の宣伝え宣伝シーンですかああいいよ宣伝したいけどもう倒産だよだけどあのオープン価格でちょっとお値引きにやってますん で、まあ、詳細はホームページとホームページとあれあ Google でマップで塗り替え道場を横浜支店で検索するとあの一応塗り替え道場横浜店かなんかで検索して多分出ない塗り替え道場だけじゃちょっと出ないんだ横浜店ですと、はい、横浜の店舗が出てくるんで、まあ、そこにメニューとかいろいろそこら辺に、まあ、俺もちょっと投稿しちゃったぞ俺の、 あの会社のあの本体のマイビジネス、うん、塗り替えマイビジネスぜひねそこにも口コミって言ってもあの、まあ、変な口コミもあるんだけど、まあ、塗り替え道場見てます応援してますとかそんなコメントでいいんで、まあ、マップにも入れてくれるとね、はい、助かるんじゃない口コミしてもらえるとやっぱり評価も上がってくるんでうんまあでもリーチかかっとるよお前リーチかかっとるよリーチかかってますよああ当たり前だろ、はい、お前何のためにお前7年間8年間塗り替え道場でお前に投資してきたと思ったんだ、はい、回収期に入ったからだまだ投資期か何年だもうもう僕7年7年7年目来年で8年8年目に入るっていう形です。ああ、はい、もう、ま、まあまあでも営業としては春日井のエースみたいなもんだよな。まあ春日井店、春日井店エースぐらいだろ。全店のエースではないけどお前。ねはい、春日井店エースぐらいだろう。まあ、まあちょこちょこ動画にも出てくるみたいなんで、またじゃあ。またまあちょっとこれ僕を宣伝したいです。ああいいよいいよ。じゃあ3秒な。3秒。9月1日からオープンしました。うん。一応その屋根、外壁、防水、全部パック料金でやってます、うん、これも本当に値引きでやっとるな、はい、これ本当に値引きです、うん、なんで一応50棟限定っていうところでやってるんで、うん、今本当に新規オープンキャンペーンということでやれる価格なんで、うん、ぜひ外壁塗装を考えてる方は、うん、塗り替え道場を検索してください、うん、よろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いしますまた見てねせーのまた見てね登録お願いします。
ね。